支部の星ごと忙しいけど楽しいよ。クローネこそ大変じゃない？いえ、特に問題はありません。以前はエスカが乱暴に扱った枝の剪定をしたり、その分の時間をすべて、とはいえ人手が細いった時にはふとエス<笑>私も一緒だ。あらあら。 行動履歴によって、いつも一緒にいるのが当たり前だったか。しかし前触れもなく、私はリンゴ園で働くとばかり思っていたの。やっぱりお母さんに教えてもらった錬金。ミリアはそういったことに無頓着でしたから。錬金術を、そうか。ただし人様のお役に立つにはまだまだ、 錬金術師として体制するためには、そういった意味であなたは不勉強。うわ、そうでしょうか。エスカもミリアもそういった態度を続けられると、いっそしっかりとした機会を作り、あらあら残念。 そういえば班長、マリオンさん、これからの調査は、いや、そう難しくか。ただ魔物を調査するのは注意が必要。強制じゃないし、できる範囲で。そうですね。とにかく行動あるのみだな。 早く調査を始めようよ。えい、とー、これはチャンスだね。とー、これでどうだい。追撃する。あ、危ない。もっと。 でどうだ。俺も行くよ。もう一回。どうだ。もう一回。俺が受ける。
これでどうだ。もう一丁。もう一回。えい。やったー。勝ったよ。また一歩。とー。よし。一気に行きましょう。これでどうだい？これも食らえ。効率が上げられるな。これでどうだ。これでどうだい。まだまだ行くよ。ここは俺が。よっと。だね。はあ、魔物を全部やっつけたの？やったね。新発見。やっ。これ初めて見るかも。これは役に。
これは使えそうだ。素材、何かで見た気がするな。こんなところで手に入るのか。トーン！錬金術の、こんなものが見つかるなんてな。さて、同じ場所に入ろ。活動費支給の確認書だよ。俺たち。へえ。ああ、申請さえすればすぐにもらえるし、これからは一箇所にまとめて管理しようか。了解です。でも長い間調査に出ていたら受け、その時は貯めておいてくれるから大丈夫だ。あ、そうなんですか。そういうことだ。支給されたら明細を確認して。材料、何にしよう。
これでいいかな。よし、始めよう。これでどうかな。うまくいきますように。これでどうかな。それじゃあ仕上げに入るよ。やったー、できたー。レベルアップ。他に。失礼。ええ、お願いします。うん、ただしこういったものは。わかります。ん、ソウルさんってお菓子が。これがないと頭が働かないもの。それ手作りなんですか。ええ、何よりおか。本当ですか。ああ、社交辞令なので本。しかしそうですね、実は最近住民によ。へえ、それは手配をするだけでも。ええ、ですから手配する前に。それってつまり。手伝いくらいに考えていた。まあやっていただければ開発班の評価が上がるのはともかく、報酬は。いえいえ、ただのお菓子ではありませんよ。これはお給料。これはホムンクルスの大好物で、いつも仕事。その給料を自由に使えるということは、つまり。へえ、そうだったんですか。調合品。それに評価も上がる。ああ、でも今はホム余裕ができれば最優先で。すぐに使えないのは残念だけど。あ、よく考えたら。別に食べてもいいですけど。どの色。